いにしえの香りがする。はい、どうも、やっぱり初期が好き、シャマです。ということで本日はこちらの遊戯王引退品です。2万5000円ということでですね、量で考えると結構お高めかなという感じがするんですが、これ皆さん覚えてます？昔は遊戯王のこのグッズっていうのがすごいたくさん発売されてて、茶色系なんだよね初期ってね。一体何が中に入っているのか楽しみなんですけどね、開けていきたいと思います。はい、では開けていきましょう。ドン。スターチップだ。このさ、ポッケってもしかしてあれデッキを入れるとかそういう感じなのか。電卓入れかな、電卓入れかな。遊戯王の王国編でも登場したね、スターチップ何個だっけ、10個集めるとペガサスに挑戦できるだったかな。うん、あれですよ、レイのあれですよ。これはですね、スターターボックスっていう遊戯王の本当に初期の方に発売された、グッズなんですよね。皆さんもし興味あったらね、開封動画過去に出してるんでよかったら見てみてください。まだ2万5000円は全然いってないんですが、まあこの中にレアカードが入ってるんでしょうと思いきや、ちょっと待てよ。デュエルカリキュレーターですね。っていうとかっこよく見えるんだけど、ただの電卓です。お店のディスプレイとしておこうかな。ついた、珍しい。押せない押せない。ああ、押せた押せた押せた。え、待って待って、8が押せないんだけど。8000から大体始めるから、え、7、8、9使えないって結構致命的じゃない。6、5、4、3、2、1、0は使えると厳しいですね、これじゃあね。それでは見ていきましょう。結構初期が多い感じ。え、なんで2個入ってんの。スターターボックス2つ買ったぜか。これはこれ使える。よし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 、これはいいですね。よし、これ2万5000円だからね、結構入ってないとダメよ。アックスレイダー、遊戯王デュエルリンクスのね、一番最初に大活躍したカードですね、はい、まさかのウルトラレアで収録されました。あー、いいね。火炙りの系のスーパーです。これかっこいいんだよな、火炙りの系。最近まさにスーパーレアのこの魔法系トラップ系が高騰してきましたけど、これに関しては本当集めといてよかった。綺麗なんだよ、意外と綺麗なんだよこれ。はい、いや、あ、炎の剣士ウルトラ、私はこっちのバージョンの方が好きなんだよね。ウルシクもさすがにやっぱり人気ですが、なんか城之内くんっていうとこのイメージが強い。はい、で、あー、ジャッジマンですね。遊戯王 EX に収録されたスーパーレア仕様のカード。はい、おー、エルフの剣士、マジか、これ嬉しい。これもですね、スターターボックスの特典でつくカードで、スーパーレアがね結構少ないんですよね。皆さんが多分知ってるのは EXR とかに入ったノーマルバージョンとか、シークレットレア聖眼の白竜伝説バージョンだと思うんですけど、このスーパーレアはねめちゃくちゃいい、あの結構綺麗だから。もちろんね、ウルシカ手に入りません。はい、ということでガースオブドラゴンですね、幻の召喚神の2期バージョン。はい、よー、竜騎士ガイアです。さあ、この組み合わせということは次は暗黒騎士ガイアで間違いないでしょう。はい、はい、違った、暗黒魔族ギルファーデモン、ちょっと似てるけどね。バトルシティ編のエースカードですわ。墓地に送られた時装備カードとなり、フィールド上のモンスター一体に装着させられるっていうね。守備力2500ってね結構高いんだよね。まあよく使ったなこれ。アポピスの化身ね、トラップカードなんだけどモンスターカードになるってやつですね。はい、これもよく使いました。メタルリフレクトスライムとかね、デビルズサンクチュアリ的なね、あの魔法トラップなんだけどトークンになって出てくるカードっていうのはねよく使いました。中でもやっぱスケープゴートかな、あれはね本当に使い勝手良かったですね。こういうカード本当好きだったな。はい、で、あー、アマゾネスの鎖使い来ました。このカードが戦闘で破壊され墓地へ送られた時1500ライフ払うと相手の手札から1体モンスターカードをパクるっていうね、素晴らしい。1500ライフで1枚カードパクるって、まあ、1枚ハンデスしてこっちの反動が増えてるんで、わりかし悪くないっていうね。ちなみにこれクジャク前がですね、最初ハーピーレディ3姉妹とか言って使ったのをバトルシティ編からですねアマゾネスとかいうテーマを使うんですね。この鎖使いでねマリックが使うラーの抑止力パクるんですが、ギラティックステキストが読めないとラーはね金の玉みたいな状態になっちゃうんで、あれかわいそうだったよな本当にな。ギラティックテキスト読まないとラーはなんだ、不死鳥の姿にならないみたいなことをこう言われてねマリックにね。はい、で次行きましょう。偽物の罠2期です。はい、ジレアですね。はい、ルードカイザー、お、なんか初期のジレアってやっぱいいよね。この1対1の枠のジレア本当好き。トゲトゲ神の殺虫剤、昆虫族モンスターだけ狙い撃ちするっていうね、
すごい狭い範囲だよね。例えばこの暗黒魔族ギルファーデモのこの右上、これ属性と言われるやつですね。闇とか光とか結構種類少ないんだけど、このなんちゃら族っていうのはすごいいっぱい二十何種類あるんで、そこ一個だけ狙い撃ちするって結構すごいよねこれね。うん、地割れいいですね。地割れどうだ、これ結構綺麗なんじゃない。初期のねスーパーレアほんと綺麗なの少ないんだよ。うわー青空、このね地割れはねコントラストが素晴らしいんだよね。はい、伝説の剣来た。これね結構初期のジレアめっちゃあれですよ、レアですよ。うん、あ状態いい。これ星伝説の剣ねうちに飾ってるんですよ。スクリューダウンのあの分厚いやつにね伝説の剣入れてるとね本当になんかエクスカリバーみたいな雰囲気が出るんでめちゃくちゃおすすめなんですが、これ買おうかな。欲しくなってきたな伝説の剣。2万5000円だからな、もうちょっと頑張ってほしいよ。飛来神、あ出た。これはねこれはいいですよ。相手がサンダーボルトを使用した時、それをまず無効化すると思いきや自分のモンスターの代わりに相手モンスターだけを破壊するっていうね。伝説の剣2枚は本当嬉しい。伝説じゃないよもはや、もう2枚あるからね。悪魔の口づけ、あのね小学生環境においては結構強かったんだよね。700ポイントアップしてこのカードがフィールド上から墓地へ送られた時500ライフポイント払えば山札の上に戻るっていうね、あの選べるんですよ。700ポイントアップはね2機においては結構強かった気がする。人食い虫、あーこれ本当欲しかったな小学生の時。引退品開封してて思うのがね、これ小学生の時できたらなっていうね。もし小学生の時にこのカード持ってたら本当無双できたんじゃないかなって思うぐらいです。伝説の剣3本目、伝説の剣が3本揃いました。もうもはやこれは伝説ではない。斬首の美女、あこれ結構いいね。なんかこのカードすごい和風だよね。遊戯王には珍しい和風系モンスター、その美貌とは裏腹に刀で数多くの首を跳ねてきた女。めちゃくちゃ悪そうなんですけどね。ちょっと可愛いのはさ、このリボン2個ついてんだよね。こんな大きなリボンさ秋葉原でもなかなかいないですよ。ドッペルあったなこれ。全フィールド中に表向きの魔法トラップカードは2枚以上ある場合2枚を選択肢破壊するっていうちょっと面白い効果ですね。ちょっと待って、よいよいよい、吸い込まれるような黒ブラックホールです。これのね綺麗なのがほんと少ないんだよね。今備品でなんかね買い取り5000円とか出してる店あって、いやマジかと思ったんですけど、まあ、確かになんかそれぐらいついてもおかしくない気がする。これ飾りたいもんな。では行きましょう。セイントマジシャン、これもいいですね。かなり綺麗ですね。はい嘘です、結構傷ありました。はい、おセイントマジシャンの初期2枚、これも嬉しいな。おーナイス、千年の盾ウルシクです。あの最近ほんとね、人気です。絵がウルトラ、まあスーパーでもいいし、あの通常の光り方に対して、文字がシークレット仕様というね、このウルシクと呼ばれる光り方はですね最近めちゃくちゃ人気。ヤランドとかね、二人三脚ゾンビとかね、食いぐるみとかね、ほぼ初期じゃないよ。千年源氏も初期だったらさすがにおかしくなってた。それ多分動画出さない、あの妬まれるから絶対動画出さない。はい、ガーネシア・エレファンティスいいですね。これ V ジャンプについてくるやつね。はい、そんな強くない、ね、あミリス・レディエントですね。うん、これ本当いるんだよなこいつ。なぜか引退変換をするとミリス・レディエントが毎回出てくる。はい、どうしはぁちょっと次のカード見ないように。いやマジか、サンダーボルトまで入ってる。やっぱ当時本当に強かったんでみんなの憧れだったんですよね。みんなこれを求めてたんですよ。だから大人になってこう手に入れる時の感動よね。いや嬉しい、今なんか後ろにあるものがめっちゃ落ちましたから本当嬉しいです。聖なるバリアミラホース、ちょっと待って待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 て、こいつはね結構ね、てかなんで二重スリーブになったのこいつだけ。あらあらあらピンピン、聖なるバリアミラホース来ました。シークレットです。遊戯ボリューム7に入っているカードで、パラレルの方が珍しいね、面白いカードなんですが、まあこいつも欲しかったよな当時な。当時欲しかったんだよこの辺は、手に入んなかったんだよ。うん残念ながらね。はい、だから今回収してる。はい、おっいやブラックマジシャンです。遊戯王ボリューム1ね、私も開封動画出してるんで皆さんにぜひ見ていただきたいんですよね。まあこれよね、ほんと少年の憧れ。この絵柄のブラックマジシャン持ってる人全然いなかったからな。みんなね EXR のねあの証明写真みたいなブラックマジシャンなんですよね。
ブルーアイズが人気といえどブラックマジシャンもとても欲しかった私は、はい、すごい好きなカードです。で次がおーガイアン2期ね、危ない危ない、さすがに初期切ったらまたおかしくなってましたね。はい、カオスの儀式、おカオスの儀式が来たよ。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、えなんで二重スリーブになってる、なんでこんなカオスの儀式を守ってんだ、三重スリーブになってる。こちらダークセレモニーエディションといってですね、まあ儀式セットみたいなのに収録されたスーパーレアの方ですね。後ろに青いのが見える、せーのドン、よし勝った、勝ち申した。マジ、ああ来てくれた、うわしかも待って30スリーブになってる、これは期待できるよ。っていうかね、カオスソルジャー初期傷多すぎてほんと綺麗ならないんだよね。正直お店でねレリーフのカオスソルジャー何枚も売ってる私が言うのはちょっとおかしいんですけど、やっぱウルトラ好きだこうカオスソルジャーに関しては本当にウルトラが好き、色合いが完璧なんだよね。この文字の金もね合ってるんだよ色に。おースーパーの方のカオスソルジャーもいいよね。でも私はもう本当にごめん、本当にスーパーのカオスソルジャー好きな方に本当に申し訳ないんだけど本当にウルトラが好きなんだよ。うーん、ウルトラ、あースーパーか、惜しいとか言っちゃった。で最後が山分かってるな、本当にもう山はね本当にいいんですよ。これ3年前の動画から言ってます、山が一番だと。もうスーパーレアの魔法カードの中で一番山がいいって言ってますからね。やっと評価されてきたカードなんですが、これやっぱ美しいよな、光り方がいいんだよね、ほんとエロいんだよな、ちょっとなエロ山、ほんとこのスケベがほんともう、はい、ということでもう今回はね目玉はカオスソルジャーですよ。ブラックマジシャン、いやもうカオスソルジャーですよ、やっぱり私の中ではね。初期カード多くていい引退品でした。あらかじめねメルカリの方の商品画像でちょっとは見ることはできるんですけど、すごい量の引退品がですね実は動画ストック用にありましてですね、いつ買ったのかどんな、商品だったのかっていうのを知らずに、開封してるんで、開封すること頃にはですねもう中身忘れちゃってるんですよね。だからすごいもうサプライズ感が満載で楽しかった。来年もエルドラードよろしくお願いいたします。はい、ということでこんなねこれ幸せだ本当。はい、シモンでした、ご視聴ありがとうございました。さよなら。